はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは、横田先生です。はい、こんにちは。はい、はい、フォレストナルさんに来ております。はい、はい、素晴らしい季節になってまいりました。ね、綺麗ですね。いよいよフォレストナルさん、この、うん、緑が綺麗。最高ですね。はい、このラグジュアリーな、はい、このカジュアルな、はい、ものを両立したゴルフ場なかなかないですよ。はい、はい。でこの間、はい、エンジョイ行ったじゃないですか、福岡に、はい、あの佐々木さんのところ、はい、そこで出てきたパターマットの中で、はい、あのこうパターがこう印刷されたやつ覚えてます、うん、なんとなく、うん、まあやったんですけど、うん、あれって何かっていうと、うん、まあ、こうストロークね、パターの形状によって、はい、こうストロークのアークの角度が違いますよっていうやつなんですけど、うん、あ、形状によってね、はい、L 型とか、そう、かまぼこっていうかマレットとか、マレットピンタイプ、ネオマレット、うん、ネオマレットで全部違いますよみたいな。なるほどなるほど。で、あの、まあ、ちっちゃいパターの練習機なんですけど、うんうん、あのマット全種類今日ちょっと、うん、用意していただいたんで、うん、本当にね、あの、うん、パターの種類によって、はい、スイングのストロークって変わるのかな、うん、みたいな、そうなんです、アーク変わるのかなっていうのをちょっと今日実験したいなと思ったんですよ。そうなんですよ、はい、僕やっぱりね、そういう案件をいただいたとしても、うん、そこを本当にやってみて、うん、確かにねとか、うん、そうかなっていうのを、うん、やっぱりちゃんと評価する、うん、案件といえども忖度しない、忖度しない、荒探しない、そう、荒探しこれ案件いただくときはもういつもそれを覚悟してきてくださいと言ってますので、はいはい、そこじゃなきゃ横田新チャンネルじゃないと思うんですよ。なるほど、はい、というのでそれをね、うん、それやってみたいです。本当にちょっとやってみたいなと。横さん の、はい、あの古いパター、はい、まあ、ピンタイプ L 字とかいろいろあったんで、それを持ってきて、はいはい、持ってきてね、実際にやってみましょう。やってみましょう、はい、はい、じゃあ商品こちらに用意してあります、はい、ちょっと開けてみてください。こちらです。いいじゃん、はい、あ、ここは12度15度、そう、18、21、24、はい、こちらです。ウェルストロークって言います。なるほど。あのね、ジョーダン・スピースのコーチが監修してて、はいはい、でこれ5種類あるんですね、その角度によって。あ、フェイスバランスで、フェイスバランスっていうやつだ。なるほど、そういうことだね。うん、何これ、サイトハング、スライドトゥーハング、スライドトゥーハング、なんとかハング2分の1トゥーハング、ちょっと英語わからない、ちょっとわかんない、はい、トゥーハングですね。トゥーハングって、これこれこれ、こうやった時の、わかった、これほらほら、パターが買い出とるがな、どれどれで、ほらほらほら、だからこっちから行こう、うん、だ一番不安定な、うん、これ L 24だ、これ L 字だ、あ、これアークが一番こう、こう、なんていうの、開閉が大きい、開閉が大きいのかな、うん、うん、21度、これは、あ、ちょっと L でも、ちょっと。L 字のマレット。L 字のマレット。りょうくんとか、使ってるやつ。これ18度。あ、これでピン型になる。ピンタイプだね。15度になると、ああ、こういうマレットっぽいやつ。で、12度になると。これフェースバランスってことだね、だから要は。これ一応ピンタイプの、あの、やつになってるけど、フェースバランスのクラブパターンをするときはいいってことだね。これどういうことだろう、これとこれが違うのはどういうことなんだろう。これは多分2ヒールバランスでちょっとこう塔が下がるんだろうね。こう、こうやった時に、ほら、ゆこさん、こうやった時に、こうやった時に、うんうんうん、そう、フェースバランスのやつが、はは、多分一番この右の、なるほど、これこれ、はいはいはい、でこれが2分、まあ、このぐらい、はは、あ、うん、なるほどなるほど、2分の1塔が下がる、下がる、うん、4分の3下がる、うん、フル下がるってやつか。そうだね。なるほど。うん、こういうことだ。うん、こういうこと。うん、これ、じゃあじゃあこれこれこれ。そう、箱親切だね。書いてあるよ。あうちら説明書とか読まないで全部やっちゃうからね。ほんとだわ。だこれはちょっとグース入ってるから、うん、こうなっちゃうやつがあるわけだ。例えばキャッシュインみたいなやつ、うん、かな。うん、だこれはちょっとこれに近いわね。うん。うん、そしてでこれが今度はこれなんだ、ピン型、うん、ピン型はちょっと上向きますよ。そう、まさしくこの角度、この角度だ、うん、45度ぐらいの、はい、うん、でこれとこれか、そして、この辺りはもうあれだ、上向いちゃってるね、フェース、ほぼフェースバランス、フェースバランス、ほぼ、うん、これはオーズ。なるほど。意外とそうなんですね。これとこれの間だ。うん、ちょっと、ピンと L の間ぐらいだ。うん、なるほど。うん、じゃあ、このマレットでも、
それ真上向いちゃうね。これはもう真上だね。うん、だからこの、これだ。うん。この開閉が最も少ないやつだ。うん、なるほどね。じゃあちょっとやってみよう。はい。これで。はい。開封の儀に行くまでなかなか。なかなかね。はい。じゃこれもほとんどフェイスバランスだ。だから自分のパターンがどうなってるか見てから買わなきゃダメだね。そうだね。うん。なるほど。僕はね、ちょっとこのフェイスバランスでも、ちょっとだけ塔が落ちるやつが好きなんです。好きですよね。うん、真上向いちゃうの嫌いですよね。そうなのよ。よし。OK。なんかおもちゃ開けるみたいで楽しいね。おぉ。ケースに入ってて、ほう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 。ペロペラっていう感じで。ペロペラってあるわけだ。こうやって。穴が開いてるね。うん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 。こう、うん、そしてなんか穴が開いてますね。穴が開いてんだ。なるほど。ということで、うん、L 字。はい、L 字です。ね、これはね、でもちょっとこのくらいだったけどね。うん。うん、でこれ要は、うん、この赤いアークの線が軌道で、うん、イントゥイン。うっすら影になって分かりやすいじゃないですか、これ。そうだね、そうだね。ちょっとさ、対照的なフェイスバランスのやつと見比べようよ。そうっすね。うん、1個だけだとちょっと分かりづらいかも。そうだ。だからさ、これ面白いのが、うん、こう、パターはこうやってこっちに行ってるけど、うん、ボールはこうやってまっすぐ転がってくんだよっていうのが分かるよね。うんうんうん、ほら、J、うんうん、チョイさんがさ、まっすぐ打とうと思ったら無理やで、みたいに言ったじゃないですか。はいはい。自分の悪にとって、はあはあ、だから J チョイさんの言ってたことが、うん、要はこれでわかるよね。絶対パターは少しはイントインになるんだよって。これ時松源ちゃんとか。そうそうそう。そうあのあれライジングパッドだったらまっすぐ。ライジングパッドはこっちだね。ライジング系の人はこっちだ。うん、でこれはもう完全にやっぱりイントインなんだ。なるほどね。うん、そんな感じする？うん、ただ、うん、私の場合ちょっとカット打ちだから、うん、あれだけどもやっぱり綺麗なストロークすればこうなるわね。ちょっとジャンボさんっぽい感じかな。ちょっと上から見せて、この横さんの目線で。ね、僕はねだいぶカット打ちだわ。そういうのもわかるね。だいぶもうえらいひどい。いいここで。ストロークがうん。だひどいアウトトゥアウト、うんうん、まあまあまあ今 PGA ツアーの選手でそんなひっちゃかめっちゃかなストロークの人ほとんどいないよね、うんうん、動画見ててもだから最近のプロはやっぱりこうやってインサイドに上げて、うん、まあねあの、うん、エンジェルの佐々木さんが言ってたけどやっぱオーソドックスな、うんうん、あのストロークはこう緊張した場面で強いっていうね。なるほど。うん。そうか。じゃあちょっと早速これ刺してみようか。ね、穴があったら刺してみたい。どういう感じになるのか。どんな感じ？もうバッキバキに投げ倒すわ、俺は。これ。これを。めっちゃ刺すじゃないですか。刺しますよ。ね。すごいね。こういうところに刺したら、ここ通り抜けるようにするみたいな。うん、ははは。で、これも難易度、こう、優しめ。はいはい、簡単みたいな感じできるんだね。なるほど。出玉のやつね。うん。みんなこう、パチンコ玉みたいの置いてやる練習器具のやつね。はい。めっちゃ緊張するやん、これ。怖っ。おぉ。おぉ。イライラ棒みたいな。なるほど。うん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 。どうすか？いや、確かに。このパターだったら、確かにインサイドインになり、フェースの開け閉めも多くなり、うん、それで、このフェースバランスの、5番かしら。はい。こういう、ね、スパイダー。こういうパターで、うん、やろうとしたら。やろうとしたら、これもうやっぱイントゥインとか動かないもん。こうだもん。ああ。こういうパターは。気持ち悪い。いや、全然、こうやって打つものじゃないもん。もうだって当たりまくるじゃん、うん、確かにやっぱ、うん、そうなんだねうんまあこのヘッドの寸法もあるんだろうが大きさうんはい
もちろんだからやっぱこっちの方が、うん、こうは全然だって普通もうほらほら本当めちゃくちゃいいじゃん。これだったらスムーズマッチングがいいよ。なるほど、うん、こうやったら全然こういうパターンほらあ一緒だ、ね、これも普通に普通に打てばこうなるわけですわ、うん、なるほどね。ということはやっぱりこの、うん、これ、うん、自分がこのどの、うん、フェイスバランスの向きなのかっていうのをこう選んでやるっていうのはすごい、これめちゃくちゃこれ選びやすいじゃないですか、うん、なるほどね。なるほど。だからこのフェイスのこのどれだけ、ね、ここに角度書いてあるから、うん、角度を測ってやっていただくってことだ。うん、なるほど。要するに。そうだよね。みんなこれ一緒じゃないですもんね。うん。へえ、面白い。そう。ただよ。はい。僕は、うん、ちょっとイントゥーイン、ちょっと気持ち悪いから、僕はこの練習はいらん。なるほど。うん。どれやりたいの？これやりたいの。俺はもう命はここだから。出玉。出玉命。出玉命。ジャンボさんと同じじゃないですか。そう。出玉命。ここ、これが命だから。まあ実践向けだよね。そう。あの、ストロークが定まってない人は、まずこれアークの練習して、そう。とにかく出玉よくするっていうのはそれだ。そう。僕はね、この練習が好きです。皆さんちょっとこれ聞きたいのが、はい。まあまあまあ、ヨコさん一番遠くのさ、うん。この、一番難しいのでやったじゃん。はい。ここにもあるのよ。ああ、なるほど。どっちが大事？横さん的に。まあ、ここだとちょっと近すぎるから、やっぱこの辺じゃないですか。やっぱその辺ちょうどいいんだ。はあ。ここを、うん。こういうことだよ。うん。これ大事だね。大事。どっちに当たったの？ここ、ここ。うん、で、はい、これね、うん、視聴者さんが、うん、いやいやいや、横田さんは、うん、それしょっちゅう練習グリーンね、ゴルフ場で練習できるから、うん、ティーさせるかもしんないけど、うんうんうん、いやいや、家のに穴開けるわけいかねえしって思ってる人多いと思うんですよ。はい、まあ、要は、ああいう状況ですよね。ああいうパターマットの上でやる。ですね。ですね。これ、はい、床に穴開けないですもんね。はい。穴開いちゃいますもんね。はい。いいのがあるらしい。はうん。ある。はい。これ。これ。はい。重いっすよ。うん。おお。重いでしょ。おお。これはオーディオの下に置く、あの、音よくスピーカーの下に置くやつみたいな。うん。はあ。それを置くんですよ。うん、なるほど。うん。ここに？そう、T の代わりに、置くの、そうやって。なるほど。どう？いや、これはいいんじゃない？で、横瀬さんが、パチンコ玉動くって言ってたじゃん、はい、はい。この重量あれは動かないですよね。うん。いや、やっぱりめんどくさいのは嫌いな僕にはこれがいいな。ほら、全然動かない。ビクともしないでしょ？動かないね。動かないね。で、このちっちゃい穴が開いてるから、うん、やっぱいいわ。この同じところに置けるし。あ、なるほどね。その穴のところに自然と来るから。うん、そう。この、ちっちゃい、ほら。これはほんとマジで、こう、いいんじゃない？これ今ちょっと穴が右向いてるね。うん。だからこれが、このセットが。うん。これがあるから、毎回同じところに来るんだ。そうですよ。うん。すごいね。ここでやってもいいし、ここでやってもいいんだ。どういうこと？ここでやる？俺なんか一応ボールのライン引いてあるけど、うん、どういうことだろうね、これは。なんか、あのなんか、ちゃんと定規見たくなってるし、なんか、これもいろんな線が引いてあるね。うん、でもこの定規の線のおかげで、1ミリずつこう、練習できるね、こうやって。うん、なるほど。あの、こっからスタートして、はいはいはい。もう、1ミリ、1ミリ、上達しちゃったら1ミリ、はいはい、なるほど、なるほど、なるほど。うん。なるほど。そう。おー、さすが一番狭いやつで。ですね。はい。そう。
これはだから非常にいいわ。なんかアークの実験するつもりだったんだけど、うん、ただただこの練習器具めちゃいいじゃんって感じになっちゃったね。そうですね。ただ僕みたいな考えよりもちゃんとね、オーソドックスにやりたいっていう方の方が、うん、多分大半を占めてると思うんで、うん、このやっぱフェイスバランスの傾きによって、うん、このマットを選んでいただいて、うん、そのイントゥインフェイスの開け閉め、うん、これをまあこれでなぞるというのは、うん、まあ一回基本に行くっていうのはすごい大事は大事だと思うんですよ。はい、うん、僕も昔はこうやってちゃんとやってたから、はい、うん、で今日ねせっかく5つ用意したから、はい、ちょっと全部開けて見てみましょうか、はいはい、せっかくだからね。そうですね、うん、おこんな感じかな。あ、サムネ？もうサムネ撮っちゃう感じ？こういう感じでどう？いいサムネです。いやいや、はい、で、はい。はい。という感じで。はい。はい。まあ、ヨコさん好きな練習器具ですね、これ。そうです。うん。いや、確かにね、これ、自然だわ、自然。合ってる？合ってる、この。合ってた。うん、合ってる、合ってる。うん、いや確かに確かにだよ。うん、うん、確かに確かに。OK 確かに。じゃあ最後せっかくだから、はい、こちらの商品用意してくださったちょっと井桁さん、はい、はい、こちらの商品担当の、はい、あ、そうですね、井桁さんでございます。はい、商品担当井桁さん、はい、あの去年、はい、ほらプラスチックのレジンってボールやったでしょ。はいはい、あの、あちらの会社の方ですね。なるほど。レジンもいいボールでしたね。ね、この間ロックさんにもね、話聞きに行って。そうそう。あれはもう、本当は、地球の環境を考えた。そう。リサイクル、うん、ボールをリサイクルできるようにしたいっていうので、あの、コンセプトが、あの、そういうコンセプトで始まったものらしいんですけど、それを受け継いだ会社です。なるほど。地球に優しい。自然に帰るんだ、レジンという素材は。いや、リサイクルができるの。100% はできないかもしれないけど、なるほど。リサイクルができる。あ、なるほど、リサイクルができる。そう、サステナブルなボールです。なるほど。はい。なるほど。はい。そうか。はい。地球に帰るボール、ちょっと素材、ちょっと戻そうだもんね。そうですね。で、だいぶ劣化して、木、ね、うん、木とか土だもんね。土になっちゃうからね。うん、確かに、はい。リサイクルができる。リサイクルができる。なるほど。はい。ということで、こちら用意していただいたんですが、なるほど。ゆうさん、こちら、おいくらですか？9980円になります。お、はい、こちらの商品もね、あの概要欄の方にあのウェブサイト貼り付けておきますので、興味のある方そちらねご覧いただければなと思います。はいはい、普通のね、はい、通販のやつだと安いって言うんだけど、うん、おーっていうね。まあだってもう、うん、こんなに穴開いてますから。あ、うん、5種類も作ったし。まあ確かにね、うんうん。でも本当に僕はこのストロークもいいと思うけど、この出玉のやつ。うん、これが家でもできるこの分賃付き？分賃別売りっす。あ、分賃別売り？はい。そうか。それもこのミリ単位でどんどんこう。そうそうそう。ミリ単位でね。これを気に入ったよ。このミリで。ミリで、うん。ミリでだんだん追い込めていくやつ。うん。メモリがついてるやつ。ねえ。きっちりした人には超大好き。いやいや。僕意外とこの辺だけはきっちりしてます。あ、そうなんですか。大体大雑把だけど。はい。うん、もう。うん。風呂場までだいたいパンツ靴下ってだんだん道しるべのように置いてあるけど、こういうことはピシェってやるから。なるほど。大事なところだけど。確かにね。はい、来客 0. 何度で。そう、 0. 何度やるし。やるもんね。うん、はい。で、一応ここに英語ですけど、レフトフット、ライトフットって書いてあるので。ああ、ほんとだ。まあ、あの、大体の足の幅の目安も。なるほど。そうか、毎回同じように構えるっていうのも大事ですもんね。なるほど、なるほど。横さんちょっと毎回違うから。毎回。こう構えてみたいな。こう構えてみたいな。いろいろあるんだよ、うん、僕の場合。あれだけど。でも、ここ、僕、ここが一番大事だから。うん。出玉命。ここだけは、絶対に、どう構えようが。うん。そこの一番大事な、ここが。はい、僕一番、あの、これ、かえ、あの、なんだろう。めんどくさくなくできると思う。うん。ストロークの幅とかもね、うん、できるし。はい。そう。はい、ということでこれはなかなかいい練習器具を紹介していただきました、はい、でねこちらの、パターの練習器監修したのがあのジョーダン・スピースの先生で、うんはい、やっぱ世界の、ね、名だたるプレイヤーたちがこれ使ってますから、なるほど、はい、進んでる、うん、エンジョイにもね置いてあったし、はい、多くのプロが使ってくださってクラブによって違うよっていうこと、はい、よく分かったと思います、はいはい、ぜひねもう自分のパターどのぐらい傾くか、まず見てみましょうね。ですね。はい。で、
いいなと思ったらぜひ試してみてください。はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。18度やったことないです。なんか、おお、さすが製品担当。よかった。さす